俺に慢心を捨てろときたか。つくづく高顔なマスターよな。貴様には地の断りでは生ぬるい天の断りを示してやる。さあ死に物狂いで耐えるがいい。吹け。死して敗せよ。エヌマエリシ。女の話をしよう。肥大化した自我は女の人生を食い潰した。誰だろうと夢を見る自由はある。理想の自分、理想の快楽、理想の未来、理想の他人、理想の恋人、理想の別離。誰だろうと安い夢を見る自由はある。だがその大半は悪い夢だ。そう、すべてはこうなるよう計算づくの行動だったのであった。BB 主催。あなたを捕まえれば月の女王に昇格させてあげるキャンペーン。その特殊イベント、僕が余裕で達成したっす。もう出口はないっすよ。BB と同期？私が？なんで？私は悪くない。まだ誰にも負けてない。だから反省なんかしない。つーか、この役回り割と楽しかったし、ボス気分っていうの？上から目線って最高だよね。みんなが困っていようが関係ないもん。うん？困らせるのがセンチネルの仕事だし。あなたはここでデッドエンドよ。
ここじゃ物理攻撃は無意味よ。私には何も効かないんだから。そもそも私に弱点とかないもん。ナンバーワンゲームチャンプだし、今までだって1割の力で遊んでたんだから。Thank you.
ひどいよ。抜かしただけじゃなくて、心まで追い詰めるなんて。私、丸裸だから、情けなくて、恥ずかしい私を、もう隠せないんだ。嫌だ、こんなの嫌。もういい、やっぱり死ぬ。最後は死ぬんだもん、ここで死ぬ。そうだ、それでいいんだ。ガトーのおっさんにも助けてなんて頼んでないし。もうほっといて、私はここで死ぬんだから。私は別だよ。私、気がついたらこんなんだもん。それも私なんて愛してくれないよ。ひどすぎるっす。今までのどんな攻撃よりもしびれだっす。鬼、悪魔、精肉戦の天使。でも、その通りだよね。溶岩で大人の色気もなくて、ダイエットもしなくなって。こんな体、他肉って呼ばれても仕方ないよね。私、誰得ヒロインっすよね。勝ち組、やっぱり華麗なお姉さんキャラとして。でも本気で私に怒ったり悔しがったりしてるの、疲
伝わってくる。ごめんね、ダメなお姉さんで。励ましてくれてるんだよね。でも、ダメなの。私は自分に自信を持てない。自分を許すことができない。 BD から離れても校舎に戻ってもずっと今のままだよ。それでいいの。私何の役にも立たないよ。頑張る。それなりにピコ頑張るから。これ